コンパーノは日本の自動車メーカーダイハツ工業が1963年から1970年まで販売していた乗用車及び商用車である。大都三輪メーカーとして業界トップの座を東洋工業と争っていたダイハツ工業が今後の成長分野として期待された乗用車市場に進出した第一作で最初のプロトタイプは1961年秋の 第8回全日本自動車賞で発表された。しかし、このプロトタイプのフロントデザインは、イタリアの中型車、フィアット1800-2100に告示しており、小型大衆車のスタイルとしてはいかにもアンバランスで、一般にも不評であった。この反省を踏まえ、ダイハツは、翌年の第9回東京モーターショーに改良を加えたライト版のプロトタイプを出品した。 イタリアのカロッツェリア・ビニャーレに移植されたスタイリングは前年のプロトタイプとは全く異なり一挙に美しいイタリアンデザインとなった。その生産型として1963年4月に発売されたのがダイハツコンパーノライト版である。コンパーノの技術上の最大の特色はこのクラスでは日本車でもアップ10系パブリカや410型系、ブルーバードなどすでに モノコックボディが一般化していたにもかかわらず、あえて同社の既存の軽商用車であるハイゼット用、およびハイゼットの小型商用車版であるニューラインに用いられていたものを基本としつつ、大幅に拡大したはしご型フレームを採用したことであった。必然の結果として、車両重量は 755kg と比較的重くなり、当初発売された版に搭載されていたオフ800。 cc41 馬力エンジンでは最高速度時速 110km に止まった。さすがにハイゼットやニューライン同様、前輪独立喧嘩こそ採用されていたが、コンパーノの設計はこのフレームに象徴されるようによく、言えば手堅く保守的、率直に言えばやや時代遅れなものであった。唯一、時流よりやや進んでいたのは、ギアボックスが当初から全車四速フルシンクロで、オプションで、 フロアシフトも選択可能であった点である。しかし、このフレーム式の車種は4人乗りのオープンカーやピックアップトラックを生み出すには好都合であった。また、日本で初めて機械式燃料噴射システムを搭載した市販車でもあった。コンパーノはイタリア語で仲間という意味。ベルリーナは同じくイタリア語でセダン型自動車を意味する。 2019年に発売された小型クロスオーバー、SUV である二代目ロッキーでは、コンパーノから由来した、コンパーノレッドというボディカラーが存在し、その後、ダイハツが発売する他の車種にも設定されている。ライトバンやピックアップを先に発売して、ワゴンセダンを後から徐々に投入する手法は、マツダファミリアにも見られ、ホンダ技研工業も、ライトバンの L700 と、 ピックアップトラックの P700 を先行投入し、乗用車のプロトタイプ N800、試作に終わったを後に発表している。これは、乗用車に関しては、後発となる商用車やオートバイのメーカーが、自社の販路で売りやすい商用車の発売を優先させたのが理由とされているが、当時の通商産業省が乗用車生産の新規参入を規制する。 特定産業振興臨時措置法案、さらに1977年には100%ント大発設計によるリッターカー、シャレードを登場させる。コンパーのワゴン消滅後の大発が自主開発したワゴンは1996年に発売したパイザーのみであるが、2002年に販売を終了し、大発ブランドのワゴンの販売も終了。二千十三年におよそ十一年ぶりに、 プリウスアルファーの5人乗りモデルの OEM のメイビウスがハイブリッド専用ワゴンとしてラインアップに復活したことに伴いワゴンの販売が再開された。ありがとうございます。